はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。ダストンですね。ダストンは、デバフもできて、さらにバイシオンも打てる。そして必殺技で敵を転ばせたり、盗むこともできるし、範囲のバイキルトを使うこともできる。なかなかいいキャラクターなんだけども、まあ見た目が嫌いっていうことで使わない人が多いのではないでしょうか。コメントでもね、見た目があれなんで使わないっていう人が結構いるんですよ。今日はね、ダストン試してみたいと思います。これがね、ものすごく使えると思うんだよね。特技の、これ、デビルクラッシュ。ですね。悪魔系と物質系に絶大な威力を発揮する一撃ですね。物質系というと、ゴールドマンマックスですよ。ゴールドマンマックスに絶大な威力を発揮するということで、ちょっと期待してます。で、さらに、西欧のハンマー。これも物質系にダメージプラス 20% なんですよ。このね、物質系キラーを二つ使うと、さすがにとんでもないダメージが出せるのではないでしょうか。でもね、問題があって、ダストン攻撃力低いんですよ。攻撃力が低い。これでどこまでいけるのか、ちょっと試してみましょう。それでは、行きましょうか。とりあえず、評価は全部しときましょうかね。うん。会心が出た方がいいので、会心邁進ラップを入れます。で、さらに、フーラで、いいよね。風切りをして、次でもう一回風切りすりゃいいんで、大丈夫でしょう。で、ヒューザで、そうね。ヒューザで、あれを入れときましょうか。ルカニを。そうすると、まあ、ちょっとまた変わってくるんで、いいんじゃないですか。で、必殺のガラクタハンターで、とりあえず転ばせる。どうだ？あー、でも800か。まあまあ、そこそこのダメージではあったんだな。オッケー。剣の前、全然ダメージはないでしょう。あー、でも会心が出たから1400。おー、なかなかいいんじゃないですか。で、風切り。オッケー、準備完璧。で、これでダストンがどれぐらいいくかだよね。どんぐらいいくだろう。ちょっと気になります。よし。さあ、乱れ。おーおーおー、いいダメージ。まあ、普通のやつがね、テンションマックスじゃなくて、1500とか1300とか与えてるんで、ダストンの必殺技いくでしょう。ね、物質系に絶大な威力。どれぐらいいく？いけ！これ 100% 使うからね。弱い！そんなもんか。そんなもん、会心が出たとして、まあ3000ぐらいか。いや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 、物質系に絶大なはずでしょう。こんなもんか。はい、戻ってきました。なんとも残念だったね。残念すぎる。やっぱり攻撃力が低すぎるんだよな。449。超ダメージを与えるにはやっぱり600は欲しいところか。あと100ぐらい高ければいけるんだけども、やっぱどうしても攻撃力が低いんだ。残念。これだったらば、おそらく鞭を装備して極流打ち、あれをした方がまだマシなような気がする。あっちは確かノーマル状態で打っても1400とか1500ぐらいは与えたので、あっちの方がいいな。こっちはね、絶大な威力って言ってる割には、
そうでもなかったんで、ああ残念です。まあダストン、デバフもできて本気で遊ぶですごい効果の高いバフを巻くこともできるのですごくいいんですよ。うん。なので見た目がね嫌いっていうだけで、使わないということじゃなくて一度使ってみてください。意外と面白いキャラクターですよ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。